はい、皆さんこんにちは。大金モデルスでございます。今回はね、Dラボ模型研究者の方からね、助手のウリさん、はい、参加していただいてます。はい、こんにちは、ウリです。はい、こんにちは。はい、今なんて言ったらいいか迷った。 なんて言ったらいいか、それ不幸な人に言うこと。今タイガーライトを直そうと思って横にちょっと手を伸ばしたらそこに頭突きをかましてきましたことね。はい、ちょっとね、タイキモデルスの方の動画ですけど、はい、Dラボのノリでちょっとやっていきましょうかね、はい、ということで、はい、今回はね、ダグラム、タイキ大好きなゲットルース、はい、ね、ゲットルースの方のダグラム、前回こっちの方のチャンネルでやったのがグラグラの関節どうにかしないといけないなということで、はい、ピンバイスっていう道具、はい、わかりますか。穴開ける、はい、穴開けるこんなやつね。これタミヤ製なんですよ。シールタミヤってシール貼ってたやつが剥がれて普通のやつになってる。これタミヤ製のやつね、はい、ピンバイスで穴開けて、ここね今日切ってますけどね、ちょっとやりましょう。PC パーツのランナーというかこの棒の部分を、まあ、カットして、はい、くさび型にカットして、ボールジョイントのところに入れて、うん、PC パーツで保持されてない関節、はい、まあ、ガンプラでいうとエントリーグレードガンダムみたいなやつを、うん、まあ、かっこよく、はい、ね、やっていきましょうかということでやりました、はい、エントリーグレードガンダムこんな感じのやつですね、はい、はい、まあこれちょっと改造してコアファイターとなんか見えてますけどね、はい、で、今回はもっと突っ込んだ改造、はい、突っ込んだ改造やっていこうかなということで、はい、はい、これね、ちょっと開けましょうか、オープン、はい、これまあ新品です、はい、はい、新品で、まあね、視聴者さんにいただいたの一つ、はい、大輝が買ったの一つ、はい、ウリさんに買ってね、来てもらったのが一つ、はい、ということで3つ、ね、はい、1つは作ってますんで残り2つのうちは1つですね、うん、こんな感じで、ありますけども、はい、パーツはどこかな、うん、あ、ここここ、はい、これね、まあこれも作るんでブチッといってみましょうか、はい、はい、ここのこのパーツね、ちょっと袋開けましょうかね、はい、開いてるかな、開いてないかな、はい、開いてないですね。なんかビニールが優しい感じ、ね、うん、そうですね、うん、バリバリ言わない、そうそうそう、なんていうんですかね、イオンとかで、はい、はい、ここのパーツね、ここを、はい、そのボールのところをね穴開けてこの PC パーツ突っ込んだとしても、これボール半分ぐらいしか支持してないんですよね、はい、こう横から見たらわかるかな。で、どれだったかな、これだったかな、あ、これですね、ここのパーツ、これが、あ、 このパーツですね、このパーツが足首のパーツで、はい、この中入るんですけども、かなりね支持が緩いというか、ね、すぐパチンって外れちゃうんですね、はい、ちょっとはめてみましょう、こっちも切ってね、はい、ゲットトゥルース版のダグラムあんま見ないですね、売ってるのね、そうですね、奇跡的に1個とかはね、そんなにたくさんないのかな、ないのかもしれないです、はい、こんな感じでね、支持は硬いとか保持力はいいんですけども、うん、このボールこんな感じで半分ちょっとぐらいしか見えますかね、半分ちょっとぐらいしか入ってない、うん、ということで、まあここをこう、まあ、ポージング今取れたでしょ、もう下にポトンって置いて、うん、ちょっと圧がかかったらポチッと取れたでしょ、うん、ダグラムをこうこれね、この間改造したやつ、こう、はい、こうやってパチンってやるともう外れてることがあるんですよ、うん、こう置いただけで、うん、なんですごく外れやすいと、これをどうにかしたいなと、うん、ということでね、はい、今回は改造したのをちょっとお見せしようかなと思っております、はい、はい、もうこちらは改造しております、はい、うん、抜けるの大変だし、ちゃんと抜けてる、はい、ここのね白い部分グラグラしてるのは別にね、いいんですけどもね、はいはい、こんな感じアップしましょう、
まあちょっとまだ乾かし中なんでね、ですけど、プラ板を3ミリで、2.5ミリぐらいだけが多いますかね。2.5ミリ、これ3ミリですよね。2.5ミリぐらいのピンバイスで開けて、そしてテーパー状に、これでこういうね、道具。まあ、プラモデル用もね、どこのメーカーはちょっと忘れましたけどね、模型屋さんはプラモデル屋さん行ったと言ってました。これ、まあ、似てるというか、まあリーマーって呼ばれるやつ、ね、これはタミヤさんのすごく鋭いやつなんで、丸になっててすごくこう、円を出すのがすごくやりやすい。こちらがインチ表示で、こちらがミリ表示されててね、どんぐらい自分がこう穴開けてるかも分かります、はい、これで 2.95 ぐらい、まあ、大体でいいです、はい、の穴にします、テーパー状で、はい、そうするとポリキャップのこういうここね、こういうのが横がねこうはまるようになって、こういうふうに はめれます。で、はめてから下、これパテでも何でもいいですけど、私はプラガム、いらないランナーを接着剤で溶かしたやつ、溶かしたやつですね、を使ってますっていうのが、もう一体化してね、これ強度すごいんですよ、ここを塞がなくてもコの字にしなくても、こういうふうにね、全然強度出てるんで、大丈夫です。これちょっとはめてみましょうか。はい、はい、こんな感じ、こんな感じではまりますんで、かなりねこうも動きますしね、こんな感じで動きますし、これももちろんねノーマルと一緒の可動範囲がありますので、こういう風に改造されるとね、ゲッツルスパンボン、すごくポージングしやすい、ちょっと足上げた時にちょっと外れるなとかがね、なくなると思います、はい、こんな感じでね、入れていくと、よちょっと硬すぎてね、入れるの大変なんですけどね、結構しっかり入るんでね、はい、よ、はい、こんな感じね、入ってませんねちょっと待ってくださいね、はい、まあポリキャップ指示にしてしまうとね、すごく完成後もね外しやすいですし、まあ、ポージングねした時もすごく、ね、いい感じにポージングできますので、はい、よ、がっちりはまるんでね硬すぎてなかなか入らない入るのがね大変なんですね、俺ね、よで、この横よ、はい、こんな感じですね、はい、で、こんな感じでやると、まあ、全部硬くなってね、ポリを取りやすくなると思います。で、今回プラスね、ここからまた改造していこうかなというのが、はい、ポージング、まあ、全部が全部ね、なんですかね、抵抗が上がってポージングこう取りやすくなりましたよと、ダブラもねこうやってても別にこうグラグラしませんよと、いうことで、やったところね、こう少しね、股関節は狭いような気がするんですよ、なので股関節ちょっと強化していこうかなと今回思っております。はい、こんな感じね、ここも、PC パーツこう突っ込んであるんですけどね、はい、で、まあちょっと分解するところ時間かかるんでね、はい、スキップしましょうか、はい、分解してみました。股関節をね、広げるときに、まあ必要というかね、工作、まあまあこんな感じでねはまってまして、でまあ、足がこう上下するはずなんですけど、はい、これねなんか硬いんですよね、カチンカチン言ってね、作ってからだとあまり上下しないなぜかわかんないけど、なんででしょうね。でまあ一番奥まで行けばね、はい、いいんでしょうけども、奥まで行ったとしても股関節すごくこう見てもらったらなんとなく伝わってるかなと思うんですが、すごく狭くないですか、胴体が このサイズで、股関節これってちょっと狭すぎるでしょ、そうですね、なのでこれを広げていきたいなということで、単純にここにプラ板貼って広げます。で、プラ板貼って広げた時に
こうやって挟み込みで、はい、この前ふんどし前後ろのこういうねスリットが入ってて、うん、ここに入ります。なので 0.5 ミリ、広げてこっちの内側を 0.5 ミリ削っていきます、うん、はい、単純な作業で、うん、対処していこうかなという感じでございます、うん、はい、改造終わりました。こんな感じどうでしょう、スタイル良くないですかね、うん、でまあ言ってたようにね、下から見たらプラ板白いの見えますよね、こう、うん、ね、コンマ5ミリコンマ5ミリで、うん、言ってたようにスリット内側コンマ5ミリぐらい、はい、ぐらいというのはなぜかというと、うん、まあ、ウリさんも組んでるんでね、はい、分かるでしょう、こうガタがあるんですよね本当に、はい、まあ、とりあえずまあまあ、 あのガタがあるんで、はい、コンマ 3.5 ミリぐらいを削るとちょうどクリアランス調整できてここのガタがなくなります、うん、コンマ15ぐらいガタがあるんで、はい、まあね、そのガタが嫌いな方はあスリット部をコンマ35、うん、コンマ3号ね、コンマ3号削ってもらって、はい、大体でいいです。うん、あの波打ってて大丈夫です。波打ってた方が多分いいです。ぴっちりやっちゃうとね、あの動かしにくくなっちゃうので、あの、まあ、カッターとかでね、大体一番狭いところが、あ、ね、コンマ3号広がるようにと、いう感じで削るとこういう感じでガシッとね止まります。まあ、股関節広くなってかっこいいですね、うん、じゃあウリさんが組んだね、ノーマルの、ダグラム GT、出してみましょうか。はい、はい、はい、こんな感じ、はい、ウリさん大体腰引けてますね、グネグネしてて腰、おい、まあ、腰引けてる、トイレ我慢できない感じになってます。そうそうそう、トイレ我慢できない。まあポージングってね、すごいね難しいんでね、こんな感じで本当に、はい、だいぶグネグネしますね。ここ言ってたのがここのガタね、あの根元から動いてるの分かりますかね、こんな感じ。このガタを殺すのに、5枚1号ぐらいいりますよということで、ちょっと同じようなポーズを取らしてね、並べてみましょうか。はい、ちょっとね、肘の関節硬いんですよね他緩いのにね、はい、足もすぐポロンって取れましたね、ここやろ、はい、うん、こう取れるのはね、バージョン GT 買ってる人がすごくね、はい、こんな感じ全然違う股関節がなんかあれって感じでしょ、うん、うん、ね、どうですか、全然違いますね、やっぱり。そうでしょ、うん、一応なるべくかっこよくね、こんな感じではい、こっちの方が強そうでしょ、ガシッとしててガッシリしてるね、はい、で、ウリさんが別にこれ、付け忘れてるわけではなくて、これ初期不良で、透明パーツ入ってませんでした、はい、ちょっとただ、まあ、あの透明パーツ入ってませんでしたってマックスファクトリーさんに言うのもなんだなということで黙っときますけど、はい、あのダグラム多分探したらいっぱいありますんで、うん、黙っときますけど、はい、まあ、初期不良皆さんあった時はね、まあ、説明書というか多分カスタマーセンターみたいな多分ありますよね、はい、うん、カスタマーセンターにお問い合わせしてね、いただいて、まあ透明パーツ入ってなかったんですがみたいな感じでね、なかったんですかっていう話をすれば多分大丈夫と思います。ノーマルでも全然かっこいいんですけどね、かっこいいんですけど、その関節の保持がちょっと弱いっていうのと、はい、でまあそのソール部分が本当にポージングしただけで取れてるでしょ、うん、なんかもうあの足をつけようかなって思って持った瞬間ポロって取れるでしょ大丈夫ね、だいぶそこイライラしながら初期の頃組んでました、はい、これ絶対改造せんといかんなと思いながらね、うん、で最初の方に言ったようにカップこう受け側がこうねボールがあってこう受け側がこっち側がすごく浅いんで、はい、浅い、うん、どうしようもないです。でまあ多分ポリキャップ使わない設計でするとここ浅くしないとこう動かないんで浅くしてるんだと思います、うんうん、ので帯域みたいにこうフルカップみたいなね、はい、感じの、うん、受けをこうこれごと動くようにしてしまえばこんな感じでねしっかりしますんでね、うん、ダグラム好きの方よければこの改造いかがですかということでね、はい、はい、かなりかっこいいですよね、うん、がっしりしてる、はい、がっしりしてますよね。ちょっと手に持ってお見せしましょうか、こんな感じ、大人と子供みたい、
まあ、股関節ですよ。股関節が狭いと、うん、まあちょっとね、男の人っていうとあれなんで、うん、女の人で言うと分かりやすいと思うんですよ、うん、女の人がやっぱりお子さんというか子供の人は股関節狭いですね、うん、まあまあ外側で言うとお尻がちっちゃいですよね、うん、大人になりにつれお尻大きくなりますよね、横幅がね、はい、やっぱりそういう感じで ね、股関節が狭いとか、うん、こじりっていうのはもう子供に見えちゃうんですね、うん、お年召してもこじりの女性の方いますけど、やっぱり幼く見えますよ ね、うん、そうですね。後ろ髪で、ああ幼いな、声かけようかなと思ってパッて言って前見て、あお前ってまあちょっとね、メインチャンネルでは言っちゃいけないこと言ってますけどね、今ね帰れみたいな、ね、なっちゃいますけどね。そういう感じになるんでね、はい、骨格から大人にすると、うん、がっしりした、まあ、こういう、まあ、男体型のロボットであれば、はい、強そうに見える、うんうんうん、もしくは SD とかにするんであれば、股関節を細くして、うん、幼くするっていうのも、うん、改造の手腕、ね、趣向というか、ね、仕方はい、ありますのでね、まあ、ご自分の好きな感じに、これが正解、このね体型が作ったのが正解ではなくて、うん、ご自身が、あ、子供みたいな中学生みたいな体型のダグラム欲しいなって思われたらね、そういう風に改造すればいいですし、うん、体型はもうダグラムっていうのは大人がっしり体型、ね、体型、筋肉質の大人みたいな感じてるんで、うん、そういう風に作りましたけどもね、はい、皆さん好きな改造していただいて楽しんでいただければ、そして、ダグラムもバージョン GT もね、はい、応援してね、うん、やっていきましょう。はい。はい。なんか質問あります？これ組んでみて。まあ、D ラボの方でしましょうかね。そうですね。ウリーさん、ウリーが、女子のウリーが、はい、これ組んでみた感想などはね、はい、D ラボ模型研究所の方で動画出すと思いますので、はい、そちらの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、もう2つチャンネルやっております。大体は RC ラジコン動画ということで、本職のラジコンの走行動画、そして、今ね、女子のウリさん手伝ってくれてますけど、はい、D ラボ模型研究所等でね、はい、所長の待機モデルスと女子の腹ペコウリがグダグダでやっていくっていうね、はい、チャンネルもございますので、ぜひそちらも見て楽しんでいただければと思います、はい、それではさよなら、さよなら。